29291のランサーですが、セキュリティがついててロックを解除押すんですけど開かないです。何度もやりますけど開かないんです。でこれそのまま鍵で開けると警報が鳴ってエンジン始動しないんですよね。でこのこの場合どうしたらいいですかね。鍵で開けたところでこの警報が鳴ってすごいうるさくてエンジンも始動しないんで、ちょっと他の動画だけ送ります。